第64回プライムタイムエミー賞は2012年のテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで2011年6月1日から2012年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である受賞式は2012年9月23日にカリフォルニア州ロサンゼルスにあるノキアシアターで行われた 司会はジミー・キンメルが務め、アメリカでは ABC が生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は先行して9月15日に発表された。第64回プライムタイムエミー賞のノミネートは2012年7月19日に発表された。主要部門の最多ノミネートはマットメンの10部門で、 ダウントンアビーとモダンファミリーが9部門と続いた。主要部門の最多受賞はモダンファミリー、ゲーム、チェンジ大統領選を駆け抜けた女、ホームランドでそれぞれ3部門を獲得した。マットメンはクリエイティブ、アート賞も含め計17部門にノミネートされていたが無冠に終わり、1993年のたどり着けはアラスカの16部門ノミネート無冠を超えて、 エミー賞の歴代シャットアウト記録を塗り替えてしまった。ジョン・クライアー、チャッテシーンのハーパー、ボーイズ・コメディシリーズ主演団優勝、ジュリア・ルイス・ドレイファス、ビップ、ビープ・コメディシリーズ主演女優賞ダミアン・ルイス、ホームランドドラマシリーズ主演団優勝、クレア・デインズ、ホームランドドラマシリーズ主演女優賞ケビン・コスナー、ハット・フィールド、マッコイ実在した。 一族 VS 一族の物語ミニシリーズ、テレビ映画主演団優勝ジュリアン・ムーは、ゲームチェンジ大統領選を駆け抜けた女ミニシリーズ、テレビ映画主演女優賞、エリック・ストーン・ストリート、モダンファミリーコメディシリーズ女演団優勝、ジュリー・ボーウエン、モダンファミリーコメディシリーズ女演女優賞、アーロン・ポール、ブレイキング・バットドラマシリーズ女演団優勝、マギー・スミス、ダウントン、アビー、ドラマシリーズ女演女優勝、 トム・ベレンジャー、ハット・フィールド・マッコイ実在した、一族 VS 一族の物語ミニシリーズ、テレビ映画女演団優勝、ジェシュカ・ラング、アメリカン・ホラー・ストーリーミニシリーズ、テレビ映画女演団優勝、トム・バージェロン、ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ・リアリティ・コンペティション司会者賞、受賞者は、各項目最上段に、太字のものである。なお、括弧は、 アメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。数字は主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。ありがとうございます。